安倍総理大臣は談話の中でお詫びなどの言葉をすべて用いることで歴代内閣の立場を引き継ぐという姿勢を明確にした格好です。安倍総理としては今回の談話を戦後の平和国家としての歩みや今後の国際貢献の在り方など未来志向のものとしたいという意向があります。そうした中でお詫び以外にも侵略、痛切な反省、植民地支配といった村山談話などで使い焦点となっていたキーワードをすべて盛り込む見通しです。それはキーワードが一つでも欠けることでそこだけが注目されてしまうといった議論を避け談話に込めた真意を伝える狙いがあるようです。与党幹部との調整が始まっていますがある与党幹部は大きな違いはなかったと話していて中国や韓国への配慮を求める公明党との間でも基本的な認識は共有されている模様です。安倍総理は細かな文言の調整をした上で終戦の日の前日の14日夕方に臨時閣議で談話を決め自ら記者会見して発表する予定です。